こんにちは、ヤードです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。さあ、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お相手どんな方でしょうか。お前が先手だ。はい、お相手1級の方ですね。嬉野流がお得意の方ということでやっていきたいと思います。こちら先手番ですね。さあ、端角を絡めてくるのでしょうか。まあ、先手は普通の居飛車という感じですね。王様寄っておいて、これはもしかしてアヒルってやつですか。これアヒルっぽいですね。アヒル囲いですね。さあ、これ金銀繰り出していきまして、ちょっとアヒル囲いに対してはシンプルにちょっと一回行ってみたいと思います。2四歩から特攻します。これはですね、アヒル囲いのまあ得意とする流れでして、決してですね、この大駒の交換がこちらにとって良しではないっていう、まあ、そういう主張なんですね。ただこれ角成りが決まるんで、さすがにこれは少しいいと思います。そして2分30秒、これに関してはですね、地道に行った方がいいんですよね。地道に金駒を回収しに行ったりした方がいいので、一回ここに香打って、まあ、ここに成金、成香を作っていきます。一回歩取っておいて、ですね、ここに一回ね、馬が効いてるんで飛車を押さえ込んでおきましょう。でこれ戻っておきます。角打っておきますか。それとも馬で取った方が良かった。はい、これでどうなってるでしょうか。角切ってくる、馬、あ、飛車切ってくる。でこれはですね、まあまだ一回銀打ちとかで全然大丈夫なはずなんで、さあこっちもちょっと攻めを急ぎたいですね。はい、飛車を打ってみます。で成金を寄っていくイメージですね。成香を1分30秒、まあ、1回歩打ちます。まあ、この筋からどいてくださいっていうお願いですね。まあ、時間は負けていますけど、まあ、そんなの関係ねえということで、一回これでなっときますか。さあ、馬交換したくないですね、できれば。そしてこちらの陣形はもうペラッペラもいいところです。はい、ちょっとマジで分かんない。まあ一応馬の利きを止めるという意味合いで、まあちょっとやってるんですけど、同時にまあこの筋をちょっと攻めたいっていうのもありますね。でこれ一回歩打っておいて、どっちに逃げてくる。こっちに逃げてほしい、できればこっちには逃げてほしくない。そっちだったらここのこれが決まると。でこれでどうなってるでしょうか。切って取られて
金打ってまで。よし、ありがとうございました。いや、久しぶりにちゃんと積み筋まで見えましたね。いや、天敵なんですよ、アヒルっていうのは。アヒルは本当天敵なんで、倒せたのはすごい気持ちいいですね。いや、良かったです。ありがとうございました。さあ、今日あと1試合できるんでやっていきたいと思います。いや、アヒルに勝てたのは良かったな。いや、本当毎回ね、攻略の仕方が分かんなくて困るんですよね。さあ、こちら先手番ということでやっていきたいと思います。さあ、初手から結構考えてますねと思ったら時間戻りましたね、今ね。さあ、お相手1連勝、こちらも1連勝ということで、仲良く1連勝コンビでですね、勝負していきたいと思います。さあ、お相手の戦型、矢倉っぽいですね。これは、ちょっと相手の態度がまだよくわからない。袖飛車？桂跳ねてくる。ちょっと態度がわかんないですね。これ一回交換しに行きましょう。交換しに行って。いや、これ今一瞬一気に決める手があったかもしれないですね。さあ、ここからなんですけども、一回金上がっておきますか。ちょっと相手の態度がマジでわからないんですよね。2分30秒。未だにわからないっていう。一回ちょっと、まあ、物は試しで棒銀打診してみましょうかと思ったら、それは打診は通らないと。金上がっておきます。これはで、この銀をちょっと召し取りに行きたいですねと思ったら、それは無理、それは無理なお願いよということなので、一回銀打っておきます。素直に。はい、まあ、右四間飛車に組み替えてきたということですね。で、これなんですけど、まあ、走っちゃってでどうなるかっていうのは聞いてみたいですね。で、飛車打って飛車で銀打って飛車に当てて、なっちゃうのかな、なっちゃうのがいいかな。さあ、相手が迫ってきてるってのもちょっと気になりますが、これは一回戻っておきまして、なんかうっかりみたいのが本当にないようにしたいなという感じですね。次ここ、こう入っていきたいと。入らせてもらえないと。この辺なんかこの辺わかんないけど、相手持ち駒ないんですね。飛車どうすんだろう、回ってくるのかな。とりあえず一回こっち取っときますか。さあ、時間は負けている。1分30秒。この桂馬何なんでしょうね。この桂馬を咎めればいいのか。要はそういうこと。さあ、この歩打たなくてもよかったかもしれない。で、桂馬取っといて、取らせてもらって、ここから何かができるのか、できないのか。これは一回行きたいですよね、こっちに。で、銀で桂馬取りたいですよね、これもうね。ここに打つものがないですから、お相手は。歩を持ってないんですよね。あ、だから香車を取ってくると。で、ここに打つと。王様よって、これで一回、こっちに行きたいよと。こっちに行かせてくださいよと。こっちに行ければほぼ勝負は決まり。これはいけるんじゃない、これは勝負できるんじゃない。あ、ここにふんどしの K がありますね。ふんどしの K 落ちてますね。で、これは1回もらっといて、ただもらっておいて、さあ、こっからですね。
30秒。さあこっから詰ますことができるのか。入玉されました。入玉結構厳しいんじゃないのって話ですよね。さあこれいける？20秒。さあ残り20秒。これいける？これはいけたか。はい、ありがとうございました。というわけで結構ですね、王様入玉してきて超ドリブルしてきたんですけども、なんとか詰ますことができました。というわけでですね、本当になんか将棋実況やってきて、実況の難しさとか、その将棋自体の難しさとかをなんか最近すごく感じているんですけれども、まあ何でしょう、こういう将棋のね、実況が拙いっていうことも、あるんですけど、と同時にですね、なんかもっといろんなことをこの将棋実況の中で話していきたいなっていうふうに思うので、何でしょう、ちょっと皆さんの、お悩み相談お悩み相談ないやろって、自分のことでいっぱいいっぱいなんだから、お悩み相談まあとかね、ね、ちょっともっと私のこととかも知ってもらいたいなというふうに思ってるんで、自分のことをちょっと話していったりとかも、できたらいいななんていうふうに思っておりますので、よろしければですね、チャンネル登録と、まあ、このチャンネルにですね、もっと興味を持って、いただけたら嬉しいなというふうに、思っております。というわけで、お相手は私、ヤートでございました。お疲れ様でした。